100円白銅か、コインランドリーのコイン投入口100円硬貨専用の自動販売機100円玉ビジネスとは、競技では100円硬貨しか対応していない古くからある機種の機械を用いているビジネス。抜本的にシステムを変更しない限り10円単位の調整はできないため、消費税アップへの対応など、直接の単純値上げという形が難しいことが指摘されている。なお、 講義では、機械を用いない100円回転寿司などを含める場合も、ある。ゲームセンターでは、インベーダーゲームのブーム時から、ゲームオーバーになった場合、100円玉を追加して、コンティニューするスタイルが続いてきた。2014年4月1日からの消費税増税に、対して、クレーンゲームでは、景品の数や質を落とさざるを得ないという、ゲームセンターの声も現れた。 ガシャポンには100円玉と10円玉を入れるタイプのものもあるが、その機種に入れ替える予算がないという業者の声もある。自動販売機にはお守りを扱うものもある。お守り、お札は宗教活動への寄付とみなされるため、消費税が上がっても消費者側には課税されない。自社等が業者からお守りを仕入れるシステムであることも多いが、その取引時には、 消費税課税が発生する。つまり、価格を据え置きする場合は、自社等の授与する側が、その上昇分を負担することになる。産経新聞は、2001年9月に長官を110円から100円に、値下げして、ワンコインをアピールしたが、2014年4月1日より110円に、値上げした。ありがとうございます。